渡り正元渡り正元から1924年1月29日は、日本の官僚、政治家、元老院議官、貴族院直選議員、肖像医、君二等、近景官志向。旧姓は田中、忌名は正則、旧名は、六之助、六之助、秋国出身、秋国広と松川町で、広島藩市、田中全平の三男として生まれる。 安政六年渡り市を称す。広島半額文書にて洋学を学ぶ。1866年半名にて、村上慶次郎ら洋学生50名と江戸に留学。この時引率したのが、山田実地区、とも県。改正書教授、林正十郎に入門し仏学を学ぶ。慶応四年頃、長崎幸運館や出島のフランス人商人から仏学を学ぶ。 外遊を望んでいたがその機会はなく、大阪に移り、仏学の教授を行った。慶応4年6月14日、明治政府、外国館より、大阪外国館事務所出資を命ぜられたが、同年7月28日閣下のため辞職した。同年9月5日会計館より、鉱山出資を命ぜられ、同月、陸の銀山鉱山局へ派遣された。 明治2年6月11日フランス留学のため、鉱山市出資を辞し、横浜からロンドンに渡り、英学を学ぶ。明治3年フランスへ渡りパリの小塾に入学した。不屈戦争が勃発し、学費も乏しかったため帰国の際に土産にしようと、パリ老城を詳しく記録した。百七十一年一月十八日パリ、会場後、大山岩浦軍事視察員一行が、 私の宿を訪問しパリ老城の様子を筆記しようと、したが記録ノート8冊を一行に預け、大戦等が帰国後に、表部省に提出し、それが、廃仏戦争日誌として刊行された。明治4年3月12日表部賞は私を、陸軍兵学寮出資に発令し、国費留学生として、不評学科の修行を命じられ3シール陸軍士官、学校予備課を収めた。 明治5年3月岩倉施設団一行がパリに入った際には山田明義理事官に随行し平成取り調べを命ぜられた。同年9月3シール陸軍士官学校に入学し1874年まで学んだ。1874年7月8日に帰国し、同年8月陸軍省7等出資に発令され、参謀局第一課文化に配属された。同年十二月八日、 陸軍少佐任官、以後、検証校以下拝見複製取り調べ、県兵学良幼年学校次長、参謀局長法被下切りを歴任。1875年11月、法則係献金を経て、1876年2月、仙人の参謀法制官に転じた。1877年1月、大乗官少書機関に就任し、翌日、 法制局専務となる。西南戦争では、政党別動隊、第三旅団会計部長、政党三軍随行政党本営詰めなどを兼務し、従軍した。その後、陸軍省御用係、大上官検隊初期、同大初期官、三次院議官補などを経て、1877年10月、三次院議官に就任。 1885年12月22日、参次委員が廃止され、元老院議官に転じた。1890年9月29日、貴族院直選議員に任じられ、同年10月20日、元老院が廃止され議官が非職となり、近景観志向を仰せつけられた。その後、貴族院議員を死去するまで務めた。ありがとうございます。